根本慎也公式 YouTube 解体新書。こんにちは。こんにちは。だいぶ慣れてきましたか。ちょっとずつ慣れてきました。本当ですか。はい。シーズンが半ばになろうとしているということで、またここから7月ちょっとセリーグも大変なことになってまして、うん、これ結構何年ぶりでしたっけ。9年ぶり、はい、4位までその1ゲームっていう、なかなかないんですよ。普段だったら例年だったらどれくらいですか。あのね、結構どっかで差がついてるのね。あ、2位と3位とか、1位2位はいい争いしてるけど、ちょっと3位が離れてたりとか、うん、まあ、例えば4位とか、ちょっと A と B がはっきり分かれましたとか。これはね、もう全然まだ B、まあ、ドラゴンズも借金3で、スワローズが10個ある10個あるんですけど、トップが貯金4なんで、だオリックスが入ってきたらまだ優勝の可能性ありますよ、全然。それぐらいの差なんですよ、うん、これはね、なかなかなくて、じゃあなんでこうなったんだっていう、うん、とこなんですけど、まあ、どこも点が取れないという打線ですか。そうですね、点が取れないので、まあ、似たり寄ったりのゲームになってて、本当に強いチームがもしあるとしたら、はい、その僅差のゲームをどんどん取っていくんですよ、強いチームって、うん。でもこんだけこんがらがってるっていうことは、まあ、その抜きん出たチームがないのと、ちょっとミス合戦みたいなところがあるんですよ。ミスした方が負けるっていう、まあ勝負って大体そうなんですけど、うん、でもプロの場合ってそんなミスもなくても、こういいゲームでどっちが勝ちましたとかっていうのもたくさんあるはずなんですけど、ちょっとねミスが多いかなという。9年ぶりのこのゲームさんの混戦で、はいはいはい、9年前の混戦の時はどういう雰囲気だったんですか。まあ、僕も現場が引退もして今の立場でいたんですけど、はい、ヤクルトが優勝したんですよ、はい、その混戦を抜け出したのは。でおそらく僕の覚えでは最後ジャイアンツと争ったんです、最後の最後、はい、で、その時はなぜヤクルトが抜け出せたかというと、まあ、とにかく打ちまくったんです。で7、8、9っていうのが終盤の勝ちパターン、これがしっかりしてたんで、負けゲーム、あの勝ちゲームを落とさなかったんですよ。7回にロマン、8回にオンドルセク、9回バーネットって外国人選手のリレーで、ここはその勝ってるゲームを落とさなかったっていうのがもう一番の要因で、確か貯金10とか11で優勝したんですよ。これはもうなかなかないことで、確か92年に優勝、ヤクルトが野村監督で優勝した時も多分貯金10とか11で優勝したんですよ。最後阪神と争ったんですけど、その時は僕いないですよ、学生で見てましたけど、今の弥生ちゃんにちょっと上ぐらいでわーってやって見てましたけど。だからやっぱり打つチームっていうのは結構やっぱ夏場以降やっぱりピッチャーバテちゃうんで、だから打つチームっていうのは少し有利になるんですけど、まあそこにじゃあ今上位4チーム当てはまるのはまあ DeNA なんですよ。でも DeNA はもう守りのミスがちょっと非常に多いんですよ。でそうなるとやっぱ失点が、ピッチャー頑張っても失点が余分な点数が入っちゃうんで、じゃあ抜けるかっていうと、なんか抜けそうな雰囲気あったんですよ。あの交流戦最後バーッと連勝して貯金作って、うん、バーッと行くかなと思ったらグッと止まったりするんですよ。これが今年のセ・リーグの特徴で、行きそうだな、行かない。ミスで、まあ、ミスもそうですし、その結局打てずに負けたりとか、うん、なんかこうみんないい勝ち方、例えば、まあ、ヤクルト戦よく見るんで、ひっくり返して勝って、うん、で次の試合大事っていうのはポコッと負けたりとかするんですよ。だからそこがやっぱみんなみんなそうですよ。みんな乗れそうで乗れない。だから DeNA なんかも阪神に勝ち越しできたはずなのに、8回に、牧選手がエラーして、そこから1点入って、で最後渡辺選手が悪送球して負けちゃったと、うん、余分な点数がやっぱ取られてるんで、やっぱそうなるとなかなか上に行かないといけないんですよね。
でここに来てジャイアンツが点数取るようになってきたんですよ。打ってますよね最近。まあ、ただ神宮球場まあヤクルトもちょっとピッチャーがあんまりね調子が良くないっていうことを考えるとまだ本当かっていう信用していいのっていうのはあるんですけど、でもちょっと上向いてきてると思うんですよ。で打順もある程度収まってきたんで結構動かしてるとこ多い中、まあ、1番丸、2番吉川、3番ヘルナンデス、4番岡本、5番大城とこういうね、ある程度こう固まってきたんで、ここに坂本がどんな状態で戻ってくるかですね。これがいい状態だと、まあ、これポジションまた動かさないといけないんで坂本帰ってくるとそれかもう一回ショートやるっていう話になるのかなとか、そうするとね大城と岡本は動かさなくていいんですよ、うん、でショートが今どうしても弱いんでその門脇と伊豆口でまあもうどっちかみたいな感じなんで、うん、でそうなるとその守りの部分でじゃあ残り半分ですよね、残り半分、まあ、まあすぐ戻ってこないと考えてオールスター明けって考えたら50試合60試合ぐらいを頑張って坂本ショートやらすのか、それともまあキャンプからもサードコンパートってやってるんでそこはもう固くなり戻さないのか、でそうなるとサード戻したら岡本が大城使いたかったら岡本をレフトにしてる、またそのポジションを動かすのもちょっと落ち着きがなくなるんで多分安倍監督がどういうふうにして考えてるのかなとは思うんですけど、注目ですか。そうですね、そこ注目ですね。だから岡本って4番バッターで、うん、そのお願いしますあなたが中心の打線ですよっていう選手をやっぱポジションを そのコロコロ変えてあげるのってどうなんかなっていうのもあるんですよ、うん、でもその時のその時のベストを考えると、まあ、動かさざるを得ない場合もあるんでここがやっぱり難しいとこであるんですけどね。宮本さん、あの巨人の打線に関してはご意見持たれたと思うんですけど、はいはい、今どうですか。あの吉川が頑張ってるんでそのこれはもうかいつも言う考え方なんですけど、まだやっぱり日本って4番が大事っていうところが、まあ、各チームやっぱりちょっとあるかなと。ドジャースなんかで、まあ、どうしてもテレビ見る機会がもう、まあ、その他のメジャーの球団がねどういうふうにやってるのか詳しくは知らないですけど、やっぱ大谷は2番、多分あれ日本のチームだったら大谷4番にすると思うんですよ、はい、まあ、よくても3番かなというところだと思うんですけど、でなぜ2番にしてるのってやっぱ多分得点能力が上がるからだと思うんですよね。だからそういうふうにしてシフトチェンジしていった方が僕はいいなとは思ってるんですけど、まあ、吉川が普通に打ってくれれば、まあ、ヘルナンデス、岡本、大城って、ね、今なってるん で今丸がめちゃくちゃ調子いいんですよ。めちゃくちゃ打ってるんで、いや彼が一番にいるっていうことが結構大きいと思うんですよね。日本は4番が主軸になってて、うん、このメジャーみたいに2番とか1番とかに置くっていうのはまだなさそうですか。そうですね、だから攻撃型、その2015年の時っていうのは、まあ、真中っていうのが監督だったんですけど、彼がどちらかというと1番がちょっと弱かったんですよ。右と左で選手を変えてて、はい、でそのセンターにあの上田剛っていう、まあまあ面白いですよ。 CS の前日のミーティングに遅刻してきて、坊主になった男なんですけどと、ヒアネっていうね沖縄の、聞いたことあります、コチンダの出身ですよ多分。沖縄小学の子ですよ。沖縄小学から城西大学から石巻かな、新鉄その石巻かなんか行って入ってきた子なんですけど、その子、まあ、2人とも足早いんで左右で1番を出したんですよ、はい、でもどちらかというとじゃあ彼らが打つかやったらそんな打たなかったんですよ。でも2番に川端を置いて、で山田で、その2番をつなぎの選手じゃなくて2番にヒットを打てるやつを置いて、で山田、畠山っていう、でもう要するに打って勝つぞみたいなチームだったんで、ただ今年と、まあ、違うのもう完全に勝ちゲームは落とさないよっていうピッチャーが7、8、9にいたんで、あの時もピッチャーはそんな強くなかったんですよ。ヤクルトは強くなかったんですけど、まあ、そこまで勝ってればなんとか7、8、9は抑えてくれるという
感じだったんで優勝したんですけど、ジャイアンツはだいぶ固定できてきてるんで、で大勢帰ってきて、で、まあ、中川がちょっと本調子かちょっとまだもうちょっと見ないといけないと思うんですけど、でバルドナードが大勢いない間に抑えやってたんですけど、それがまた もう一回前に戻せるんで抑えじゃなくできるんで、だからちょっとピッチャーも整い出してるので、もし抜けるとしたらジャイアンツかなっていう、本当かなっていうぐらいです。断言できないです、もう全然。